バルドルは北欧神話の光の神である。宝術のスノーリノエッタでは、最も賢明で、美しく光り輝く美貌と白いまつげを持ち、雄弁で優しいとされ、やや優柔不断な面もあったが彼の裁きは不変で、あると言われる。両親は王人とフリック、妻はネプの娘ナンナで、彼女との間に息子、ホルセティがいる。ブレーザブリクという館に住み、 フリングホルニという船を所有している。両、エッタにおいては、ロキの関係により、イボテーズにより殺されるが、ラグナロクで世界が滅びた後に現れる、新世界に蘇り、ヘズと共に暮らすとされている。罪なくして一度死んだ後に復活するという神話は、キリスト教の伝播に伴って、その影響を受けたものとも考えられている。山室聖によれば、バルドルは、サガなどでは、 戦士とみなされており、彼が神として崇拝されていた形跡はないという。こう栄ったのし、バルドルの夢では、バルドルが悪夢を見たことを心配した王人が自らニブルヘルに下り、死んだミコを目覚めさせて、バルドルの運命を尋ねる。死は、バルドルがヘズに殺されること、ヘズに対し復讐をするのがリンドと王人の愛の子として生まれ一夜で武器を取る場合であることを伝え、 互いの正体を知った後に、巫女が王人に帰郷を進めるところで終わる。バーリによるヘズへの復讐は、コエッタの巫女の予言、および、ヒュンドラの歌第29節において説明されている。ロキにそそのかされたヘズにいられて倒れたバルドル。アーサー・ラッカムによる。ヘルモーズを迎えるバルドルとヘル。18世紀のアイスランドの写本、NKS1867-42 より。 スノーリのエッタ第一部、ギュルビタブラカシでは、子、エッタとはまた異なるエピソードが語られている。バルドルは神々の中で最も美しく万人に愛された。ある日から悪夢を見るようになると、これを心配した母フリグは、世界中の生物、無生物に彼を傷つけないよう約束させた。そのため、いかなる武器でも彼を傷つけることはできなくなった。 だがこの時実は、たった一つ、宿り着だけは若すぎと契約ができていなかった。傷つかなくなったバルドルを祝い、神々はバルドルに様々なものを投げつけるという娯楽にふけていた。だが、宿り着のことを知ったロギが、バルドルの兄弟で盲目のために、遊戯の輪から外れていた神へ図をたぶらかし、宿り着を投げさせた。これによりバルドルは命を落としてしまった。 これを嘆いたフリックに答えて、バルドルの弟のヘルモーズが死の国ヘルヘムへ向かい、女王ヘルに彼を生き返らせてくれと頼んだ。ヘルは本当に全世界のものが彼のために泣いているというならば、生き返らせてやろうと約束した。フリックの頼みで本当に全世界のあらゆる生物、無生物が彼のために泣いた。ところが、たった一人。 巨人の女セックが泣かなかったので、バルドルは戻ってこなかった。このセックの正体は、実はロキで、このことから彼は神々に捕らえられ、罰を受けることになった。バルドルの死によって、光を失った世界は、やがてラグナロクを迎える。ギルビタブラカお及び、コエッタの巫女の予言の伝えるところでは、王人をはじめとして、多くの神が死に、世界は滅ぶ。 やがて新しい大地が浮かんでくると、バルドルは、ヘズと共に蘇ってくる。死後法ではバルドルを表すケニングとして、オーディンとフリークノコ、フリングホルニとドラウプニルの所有者、ホズの敵、ヘルの友などを紹介している。スノーリストルルソンは、ヘームスクリングらのユングリング家の佐賀第五章においても、バルドルがブレイザーザブリクに居住したとしている。それは、ログ湖のほとりの古。 シグトゥーナにあり、バルドルは、神殿の護持として、王人からその地を与えられた。ナンナをめぐって、ホテルスと戦うバルデルス。ヨハネス・ウィードウェルトによる。サクソグラマティクスが表した、歴史書、デンマーク人の辞席において、バルドルは、オーティヌスの息子である半身の戦士、バルデルスとして登場し、性格も有望に描かれている。その肉体はどんな武器も貫けないが、 森に住む神サチュルンであるミミングが持つ剣ならば傷つけることができるとされる。バルデルスはまた3匹の蛇の毒を混ぜた特殊な食料を食べて力を得ている。ホテルスの乳兄弟のナンナをめぐってホテルスと争い、オーティヌスやトールの助力の甲斐なくホテルスとの海戦で敗れる。その後も幾度かの対決でバルデルスが優位に立つがナンナがホテルスと結婚すると 彼女の幻影に悩まされて、病気になり、歩行ができなくなり、馬車で移動するようになる。ホテルスにスウェーデンとデンマークを支配されたため、デンマークを回復すべく双方の軍勢をぶつけ合う。その最中、洞窟に住む3人の乙女たちから勝利の帯を与えられたホテルスによって、県では秋腹を刺される。自分の死を覚悟しつつ、バルデルはホテルスとの争いを続けたが、 傷の痛みが増して3日後に落命する。死体はデンマーク人によって大きな塚に葬られる。バフスルーズニルの言葉では王人がバルドルの遺体の耳元で何かを囁いたとされる。コリングウッドによる。ありがとうございます。